した。はい、じゃあはるかちゃんはとりあえず準備完了してください。あ、ごめんなさい。さあ、データを誰が何に誰に押したか。あ、はい、よいちゃんいらっしゃい。今日の推し活ありがとう。今日も一日お疲れ様。お帰りなさいだよ。最終的にはこれがラストかぽいね。なるほど。あ、違うな、これ春菜ちゃんとかやってるんですよ。ちょっとこっか。これが23時48分、23時36分だ、これだね。で、クエリちゃんとタゴちゃんでこうだね。うん、多分これでいけるかな。はい、よいしょよいしょ。さあ、ローディングまで今しばらくお待ちくださいませ。お待ちください。はい、タコちゃんロードを押してね。あー、ちょっと待ってください。はいよー。はい、リッツさんも今期トラ、今日も来てくれてありがとう。お帰りなさい。さあ、3週間ぶりでございますけども。なる、ああ懐かしい。ああ、そっか、3週間ぶりか。最後ね、なんかエラーが起きたから、もしかしたらこれロードしたけども動けない可能性があるんだよね。あったね。ああ、ありましたね。なんか3週間も俺もバチも変わったしな。そうね、わしもライブ 2D になりましたので。そう、最後はね、いろいろあったんですよね。いろいろあったね。あ、で、君らアイコン小さないか、大丈夫か。もっとキャラアイコン大きくしてアピールしていけよ、ディスコードのアイコン。あ、そっちか。そうまあいいけど、完全にそっち方面触ってないですね。何、もう私たちしか追ってねえや。私たちの全身図が小さくても顔が見えるくなってるの。はい、ということでね、まあ、ローディング中の間にね、改めて自己紹介をしていただきましょう。ということで、じゃあ、クエリちゃんからどうぞ。はい、どうも。こんにちは、こんばんは、ございます。アクエリです、よろしくお願いします。はい、いろいろとね、ちょっと自己紹介が今の、まだ変わっちゃうから、なんか、あれだよね、変わっちゃってるから、まだ決まりきってないよね、アクエリちゃん。今ね、いろいろあってね。そう、もう。はい、ということでアクエリちゃんです。ちょっと前工場を今ね、ごたごた検討中のアクエリちゃんでございます。はい、で次がタオちゃん。はい、皆さん、こんごろもタゴロもはるかです。今まだわしの方の枠はですね、絶賛準備中で何も用意できてませんので、ご了解しますので、お願いします。こいつらほんとグダグダなんだよ。イエイ。あのさ、10分前集合すんな。そんな準備できてないのに。4分前です、来たの。4分前なんかもっと悪いわ。すいません、配信が長引きました。はい、いいです。すいません、無駄にしてました。はい、いいです、許す。これは許す。そう、ね、で、まあ、で、私がですね、天の電話マンケー VTuber のヤンケンキトラと申します。先日左小指をドアで挟んで以来、今日やたらと左肩が痛いです。これやばいんじゃないかなとちょっと思っております。大丈夫ですか？それもやばい。左肩がね、上がんないぐらい痛いの今。あらあら。マジでちょっとやばい。そう、今日ほんとね、マジで分かんなくてさ、左腕がさ、最初これ動く、大丈夫キャラみんな。動かせます。動かせそう。ではあると思う。想像フォームも忘れたけど。あ、違う。多分これをこうして、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 あ、思い出した。オッケー。これ私、これ、何しようとしたんだっけ？同じところだっけ？あー、これあれだ。ここコースか掘ってるよね。で？ここに食料があって。医者行ったの？いや、医者って何ですか？お医者行ってないですね。はい。
これ何しようとしたんだっけ。わしのあれか。何しようとしたんだこれ。めんどくさいって言いたくなった。これどこだ。わしの。ああ、いや、あのね、まだちょっとお医者に行くんで暇がないだけで。あの、これマジでやばかったら土曜日行ってきます。行ってください。本当にね、ちょっとね、ちょっと今日シャレにならん痛みだったから、これ本気でやばいなってちょっと思ってるくらいに痛いんで、今。これ本当大丈夫です。大丈夫？わからん。でもね、腫れは引いたからね、あ、てかここつけてないじゃん、なんで。腫れは引いたんだよね。あれ、VTube スタジオが威厳損ねてる。なんで？あの、配信遅れたからってまさか怒ってます？まさかそんな。まさかね。で、君らの特徴は、じゃあ、ぼちぼと思うかとあれはわかるんだけど、お前は、あ、そうか、カニバリストがいるのか。そうだそうだ、カニバリストがいるんだ、この辺。ベジタリアン、キマニア。カニバリストがいて、野菜料理があって、ここだけ刈り取ってて、はい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 、思い出したような思い出せないような形の家でございますよね。でここに屋根作ってて、この空間を私は何にしようとしてるんだろうな。多分作業場かな。これをこれ、あー違うね、違うやつ触った。KD は避けるか、 G、F、G、F で、L コントロールマスコミ。とりあえずキルゾーンを作りたいよね感はあるんだけど。またカニの話してる。そう、カニの話ですね。お二人の立ち絵をここに。お前何やってんの？科学か。え？お前科学何やってる？いや、でもね、実際これね、アコロニーね、これね、あの、ぶっちゃけ大事、あの、ビーガンとカニがね、優秀すぎるんですよ、実際。あれ？お前、ベッド、あ、やっちゃるよね、よかった。だって、ビーガンはさ、ここでさ、無限にさ、食料作れるしさ、カニは無限に来るじゃん、のこのこと。だからね、実際ね、強いんですよね。カニは言っている、ここでタヒヌ定めではないと。いや、ここでタヒヌ定めなんだよ、カニは。カニのためにここでタヒヌんだよ、みんな、敵は。ここは多分この木が防いでんだよね、これね、この通路ね。多分これでいいかな。これで俺はここに柵作ってもらうのか。オッケーオッケー。うん。多分ここ作ってるでしょ。鉄壁の要塞を作んなきゃダメだから、私はここから先。これフェンスゲート作る、フェンス作るのかな。よし、準備できた。というわけで、わしの方も配信始めます。はーい。おせやせちょっと乗せよ、準備なんて間に合わん。でこれマップの強化線ギリギリでしょ。にゃー、今度は何が出た。よし、あー、これか。はい、ちょっと待ってくださいね。まだ他の方がね、スタート押せてないんでね。あ、これもしかしてわし待ちです。ごめんなさい。そうだよ、そうだよ。移動後になってないから待ちだよ。ここなんで、これなにこれ、なんでここに木刀が。お前作りちゃうのか。そっか、チョークタイル作っちゃうのか。なんでここに木刀が2個落ちてんの。動いてます。動いてるよ、うん、あ、じゃあ OK です。よいしょと。あ、ジョシュアさん、ウェルカム。You are welcome, my stream. It's playing game is a colony. アクエリちゃん、2倍速できる？あ、いいよ。俺か、ごめん。働け。動け。あ、サンキュー。うん、サンキュー。よし、それと
それで、そのアイコンはどういう計算式だ。おお、なんだなんだ、あとあと待ってて、これは来たぞ、鳥、鳥が来たぞ、そっちの来たぞ、なんか来たぞ、なんか来たって、なんか来たって、はいはいはい、ちょっと一番先に戻してあげるから、はい、待って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 、お前すんげー、女子はなんか来たって、めんどくせえやつだが、うん、どうするんだっけ、あ、お前だ、ちょ、こいつを攻撃、これ、あ、建築してるのか、お前行け、あー、これか、なんかまた来てるって、来なくていいところに、どこやさよ、そのなんか張ったぐらい来てんだけど、来なくていいって、お前全員出はまってんだから、帰れ、これね、あけちゃん、何だか教えてあげようか、あの、柵囲ってないからね、あなたのとこしか行かないんですよ、だと思って今柵作ろうと思ってんだけど、あの、はるかちゃんのところはしっかりね、小規模ながら柵作ってるしさ、私のところガッチガチなんですよ、柵で、もう開けます、どうぞ持ってってくださいもう持ってってください、どうぞ大丈夫です、まだあるんで持ってってくださいって、あんた、ああ、パワル食料なんかまたこの人待ってね、パワル、ああ、もぐもぐされてる、めっちゃもぐもぐされてる、どうぞもぐもぐしててください、後であのお返しをもらいます、また作ればいいんで、ここが人参ね、ほら持ってきて、ロボ違うか、工作これ直したいな、よし、全部持ってかれた、そうか、ちょっとこれ、あ、やばい、まずいや、いけ、あ、待って、あ、タコちゃん、いや、敵が一体そっちに行きます、はい、まだ何も準備できてないのに配信を始めてるけど、弓兵がね、一体そっちに行こうとしてますね、ちょっと待ってくださいね、どうします、こっちで処分できますけど、しましょうか、お願いしてもいいでしょうか、はい、君はどうやって、あ、違うな、この子じゃないな、どうやって動かせばいいんだ、夜だからモーカちゃんに行かすか、キャラクターをどうやって動かせばいいんだっけ、ではどういくんだ、あー、そういくのかな、なるほどね、あー、死ねー、はい、OK です、あ、これ買ってみやるかな、これ消しとくから、よし、ここに工作ゾーン任せてくれますもんね、じゃあね、晩ご飯ができたんで、エマちゃんの晩ご飯がちょうどできたんでね、いいですね、これでツイートをすればいいかな、 OK、 よいしょ、てかお二人ともわしの古い本の立ち絵じゃん、あ、あー、そういえばそう、ま、前のサムネそのまま使ったから、うん、今気づいたけど、なんだろう、俺はそのまま使ってるからなんかすんけど、だからアクエちゃんも古い本だよ多分、うん、今回のたくさん受ける、というわけで、うん、オープニング、もう声乗ってるけど、オープニング待って、ね、雨だ、あー、そういうキラーをするんだけど、そういうキラーを食べている、戦いに行ってほしいんだけど、君たちほら、私さ、そこにさ、さっき今、弓があったよね、弓持って帰ろう、ここから来るのか、はいはいはい、めっちゃ早口で喋ってない、多分配信は載ってるかな、でアポロニーの方ですが、まだね、ここに、ね、木もいっぱい残ってるね、寝てるやつがいるんだからね、ターゲット持ってきてんだけどさ、どうすればいいの、キュウリか忘れたわ、あ、お前さ、ここに向かう、お前もここに向かう、移動役君か、でもわし、これどうなってんだ、
慌てて動かしたんだけど、タイムスケジュールは大丈夫だね。今2倍速でその動いてる感じですね。今1倍速ですね。アクエちゃんが1にしてるから今。あ、了解でーす。こうしたらいいんだ。思い出した思い出した。あれ、これどうやってして変えるんだろう。ビデオマークにして。あれ、これって視点回せませんでしたっけ。回せるよ。これをどうやってますんでしたっけ。マウスホイールクリックしながら。やばい、操作方法が覚えてもらってね。3週間ぶりすぎる。思い出してもらってね。確かそれで、どれだっけ、どれ、B じゃない、めっちゃなんか、お次は作って、建物作ってんのか、あれなんかやるとあれでしたね、段差の中に入れますよね。うん、F と G で階層のこの調整できる。 F が下げて、G が上げる方だ。うん、ピポン、おっと、なんか来るぞ、なんか来るぞ、なんか来るぞ。また俺んとこジョブ中期かよ。とある動物の集団が反撃を開始しました。この集団の目は自身に近づいた入力と攻撃してくるでしょう。あ、あなたのとこですね。おい、寝てないで起きろ、寝てないで起きろ。これわし？いや、俺のとこ。いや、あ、びっくりした、わしかと思った。今わしのところはわしが寝てて、あー、で、イーラさんがなんかやってて、アーリーアーさんかな、なんかせわしなく動いてるってことですか。やばいね、やばいね、やばいね。あ、やったんだ、コンボロモです。すいません、わしの方ちょっとバタバタしてまして、あのツイッターの方で引用リツイートで、あの最初の方はあの配信ですね、あのキトラさん、クエリさんの方の配信見ていただいて、すごいグタグタだったことがわかりますのでご了承ください。なんなら今ボンスまだ閉めてないから声が外に丸っこえー。今、えらい後ろから風がそれなと思ったら、開いてた。よいしょ。で、あ、しまった。いや、これはこの画面でいいな。いや、さっき見つけたエラーじゃないけど、アコロニーの音がなんかミュートになったから、これを直して、で、普段の BGM 切って、え？びっくりした。ない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 。おい、バッカバッシー。何やってんのお前。あ、これわし死んだ。え、あのわしのバカがあのバカやりまして、はい、あの仲間で殴り合い始めて、あ、まだ大丈夫、ごめんね。今絶賛ベッドに運ばれました。うん、まだ大丈夫。あの、どうやら雷でわしが発狂して殺しにかかって、あの逆にやられたようです。まこちゃんか、思わず今呆れてしまいましたが、ないないない、次はないない、あー、次は助けてくれた人が発狂してる。わしどこ行くの？山が駆け上がってたけど、どこ行くの？わしどこ？あ、はいはいはい。あ、なんか取りに行ってきたのね。はいはいはい。あ、これ多分前回のやつだ。で、わしは今から何をしたいかというと、ここに橋を架けたいので。これってもしかして橋と石って相性問題あったりします？うん？腐敗者が立ちの…え？死んでる？ん？腐敗者が立ち込めているって書いてあるけど、これ橋のことあれ、岸で一旦処理してないじゃん。
あーなんか処理されてないキツネがいる。なんでなんで。これってどうやるんでしたっけ。あれどうやってやるんだっけ。思い出せ操作を。操作を思い出すんだわし。あれこれ食ってない。食った。あれ。鶏くんで食肉箱に入ってるからなんで下に持ってかないの。もう竹置いたか。あこれもうあれかもう腐敗してるから何もできないのかこれ。キツネがあーかなかもしれない。もしかしたらその場合ってこれ腐敗臭どうしたらいいんですよ。その死体を別のとこに保管し遠いとこに保管するなら私最初焼却場作って焼却しないするかな。何も用意してないなぁ。焼却場、焼却場、煙突はあるけど研究とかしてるもの増やされダメか。じゃあこれってどうやって持ってかせるとかって操作ってありましたっけ。1割あるはず。1割あるはず。待って、やばいやばいのが、やばい指の形した。どこだ、ここに生まれた。この位置は、どっちに来るんだろうな、どこに来るんだろうな。いやいや、めんどくさいとこに虫が湧いたわね。これを、最大5体脇か。持ってく方法がわからない。キャラクリックして、うん、でその後その運びたい死体クリック右クリックしてで、うん、あの保管地点とかちゃんと設定したらどこどこに運ぶとかは一応できるけど。あーってことはまず死体置き場の保管場所を設定しなきゃあげないとダメだよ。ドドゾーンみたいなのもう一個作ってってことか。うん。ここにして、うん、あ、アクエリちゃんのとこに弓と斧が行きます。帰れー。場所はアクエリちゃんの山の裏手にいますね。いますね。これ狩猟率バックするんだっけ。頑張れ。これをこれどうやって持たせるんだ。あ、エラーログ出ました。お、操作できる。まだダメですね。クリアをしてもなんかずっとこう出てますね。あー出るかなんだろうな。ダメか。オッケー、大ペンロードするか。ディスコードがどうたらとか言ってますね。これディスコードがどうたことはそれはほっとっていけると思う。どんなエラー出てるんだ。ちょっと待ってね。よいしょ。ミラー画面は。あーと閉じてもダメ。それ毎回出る。毎回出ます。あーオッケー。ちょっとね、どんなエラーなってんだ。はい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 。オッケー。じゃあちょっと一遍ローディングします。はーい。Please recommend to restart to avoid errors. If you have time, you can also report this bug in stream committee. これバグが起こったからなんかあのログを送っていただくかディスコードで報告しないってやつなんで。オッケーオッケー。ちょっと待ってね。それディスコードって意味かこれ。そう。ディスコードでそういうの対応してるからよろしくねってやつですね。ああまあお。何でしたっけ。ベータ版だからそういうあれでエラーログが集めちゃうからね。そうこれ。はい。これで一回画面隠して。はい。あ、一応
あのわしの画面の方ではあの初お披露目になっておりますが、新しい準備中の画面になります。うん、両方に送ったよ。はい、先日あのイージー先生からですね届きまして、あの先ほど慌てて提供しました。あ、選った。ダメか、選ぶか。あ、俺目だった。これ一回こっち画面ゲームを一回落としますね。いや、多分大丈夫だと思う。だいたいね、一回ね、一回絶対エラー吐くんですよ、これ。感覚的に。もう一回招待送って。はい、招待乗りました。あ、招待送って。招待もらって。一人は入ってきた。アクちゃんいけたね。タゴちゃんだね。今これで多分読み込んでるはずですね。でてれれてれれてれれん。はい。オッケー。じゃあ準備完了してもらって。準備完了してもらって。あ、はーい。俺とは違った。残念だったのはわしじゃないよ。残念だったのは俺じゃないで、最後は。これでいいかな。オートロードのここからね、行きましょうか。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと。ごめん。ミスった。ミスったー。どこからだ。もう一品部屋と手直しまーす。はーい。あ、マサデットさん、今期と、今夜もホラー、いや、今夜はホラーゲームじゃないよ。マサデットさん、今夜はホラーゲームじゃないよ。大丈夫だよ。どうも、ホラー苦手な VTuber ばっかりです。嘘じゃん。ほんとだよ。ほえー。最近なんか新しい幽霊調査のゲームが出たんですけど。幽霊調査ってまだゲーム他にあったんですか？あるある。最近出た一個、新作。へ、え、ぇー。今日ね、知り合いの V さんがね、8時からやって、配信1時間ぐらいしてたんだけどね。めっちゃ怖そうだった。じゃあやだな、やる気ね。やりたくね。やって。じゃあやらない。じゃあやらない。やです。送るね。うん、分かる、その反応。あ、お酒を送るのでは勘弁してください。やらないです。あの、賄賂送るのでは勘弁を。じゃあそのホラーゲーを送られてやるか、はい、96円のエピをやるか、どっちがいい？96円のエペ。96円のエペで何？ちょっと今メインメニュー戻りますね。96円のエペって何？多分ね、あれをね2時間配信持たせれたら配信者の寿司さると思うよ。え、何それ、怖っ。え、何、また本戻ったらいい、俺も招待送った。ソフトタブゲームプレイ。送った。多分これエラー出ると思います。あ、出た。エラー出た？出ました。あ、出なかった。あれ、アクちゃんいけたか。もう一回タコちゃん送るか。え、私今新しく承諾して入ってるところです。オッケー。はい、少々お待ちくださいね。お待ちくださーい。はい、見ていただいてリスナーの皆さんはね、全然画面が動かないんじゃねえかと思ってると思いますけども、仕様です。今どうなってるんだ。あ、また追加でエラー入ってる。あーね、オッケー。今一回部屋くずすね。すいません。作戦招待クエリちゃん送る。もらう。調達。タコちゃん送る。さあ、よいしょ。で、で、一人来た。はい、タコちゃん。はい、次アペちゃんが。あ、エラ入った。おっと。今度はクリがエラ吐きました。一遍送ります。はい。やっぱこれ難しいですね、なかなか。
や、あのね、あれ、ハクハルトの方はそんなにエラー吐かないのよ、エラー祭り。あ、そうなんですね。そう、向こうもたまに落ちるけど、ここまで頻雑じゃないよ。あれ、あれ、はい、どうぞ。わしがけ、準備完了したね、アクエリちゃん。おー、所詮、所詮、はい、はい、エラー祭りね、エラー祭りでございますね。で、今度は順番的に OK。 これなら大丈夫なはずだと信じたいと思っている節がある。大丈夫だろうか、大丈夫だろうか。まあ、ちなみにね、エラーが頻発した場合、今日もアコロに投げられてまたボドゲになります。前々回ぐらいと同じ結果になります。その時はあれですね、あ、エラー6出ました。おっと、まあ1からやるか。あ、致命的なエラーが出ました。ダメですね。あ、ダメですね。はい、1からでーす。あー、せっかく頑張ったのに。1からでーす。こんなエラー初めて見ました。そんなことある、そんなことある。1からでーす。あれ、わしらそんなにポン、あれ、はーい、1からなりました。リチさんがめっちゃ笑ってるけど、はーい、私も笑うしかないです。1からでーす。あれ、おかしいなぁ。どうしてこんなことに。ねー、多分ね、4月ぐらいにアップデートが来るんですよ。お、来るんですか、アップデート。うん、あ、でも3月16日に1回アップデート来てるんで、生きてて、ちょっと追加の建築物が増えてるんですけど、にゃんと。で、次のアップデートぐらいですね、おそらくね、あの協力プレイ時のリソースとかの共有化ができるはずなんですよ。おお、そしたら多分エラー多少減りますよね、共有できてるから。うん、でリソース共有なんで、誰かがこう畑担当してとかが多分できるはずなんで、だから3人で同じ建物の建築ができたりとかするからです。いや、ちょっと今 BGM もう一回戻しておいて、お二方すみません、ちょっとご飯取ってきてもいいでしょうか。はい、いいです。はい、すみません、ちょっと行ってきます。よいしょ。じゃあ先にね、アクエリちゃんだけでもね、招待しておきましょうね。はい、ディッディレッデ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 ン。直接言ってるけど、直接どうするんだろうな。よし、よいしょ。例えば最近ちょっとおすすめのおやつがありましてね、はいはいはい、まあちょっとお値段結構いい値段するんですけど、はい、まあ、あの落花生とかアーモンドとかカシューナッツのミックスナッツなんですけどもね。美味しそう。はい、普通に美味しそう。うん、稲葉ピーナッツ株式会社様のですね、アコウの展示を使用している小石をミックスナッツっていうやつでして、個包装でね、はいはい、あるんですよ。個包装で7袋入ってるんですけど、はい、本当にね、あの塩味がね、めちゃくちゃ濃くてね、めちゃくちゃ美味しいですね。なるほど、はい、おすすめですので、ぜひね、見かけたら買っていただいて、あの姉妹品で、あのクレイジーソルト のミックスナッツもあって、あっちもあっちで美味しいですけど、私は濃い塩の方がどっちかと好きですね。なるほど。両方食べ比べしようとしたら、それぞれ600円するから合計1200円ぐらい消し飛ぶっていう世代で、あっけそう、一瞬でね、こうお金が消し飛ぶんですよ、両方買おうとしたら。でもやっぱり湿布って痛いですね。痛みがちょっとマシ。
それは美味しいやつ、そう、めちゃくちゃ美味しいやつです。はい、戻りました。はい、おかえり。戻りました。遅くなりました、何の、多分わしはポンが多分配信関係なく起きていると思います、先ほど、氷の袋を足にぶつけました。めっちゃ痛かった。何やってんの何やってんだ本当。冷凍庫開けたら氷の袋が落ちてきて足に当たりました。めっちゃ痛いです。冷たそう。めっちゃ痛かってちょっとだけうずくまってましただから遅かったのか。待て待て待て、なんかしないけど目がハートになっとるってえいつの間に目がハートになってた。お前おぬさん正体飛んだけど飛ばしたけど飽きたね。オッケー、いただきまーす。はーい、今はその時の顔はこんな感じですね。はい、わしの配信画面あっていう準備完了お願いしますね。OK。さあ、じゃあということで1からなのでね、またねやっていきましょうね。アイテムが一番上だっけ。アイテムは好きにし、あ、まあ一番上でもいいよ。技術だけが一番上ですね。あ、OK。わしはもう盛りだくさんでいきます。俺も盛りだくさんだ。サニーオラバーとガンストリンガーでいくわ。サニーオラバーガンストリンガー一番ぬるいやある意味で、あ、ごめん、まあ、全然でもいいよ。好きなものにしていただいて。技術ツリーはもうレチョレの森、ワールドは、またなんかすごいことになってますね。待ってね、今はあれですね、武器もいや。わし準備中の画面外してね。はい、どこにしようかな。なんか面白いのないかな。なんか氷の一件がなければもう全部用意してあったからすぐ来れたのにマジで氷で3分くらいうずくまったのが遅くなった原因なんで本当申し訳ないです。ちなみに、わしの方の画面は、今誰もいないと分かってる上で言いますが、本日クラタンク直飲みのロットナンバーの1500本限定の日本酒を今飲んでます。おー、はい、どうぞ。じゃあこれでいきましょうか。このマップでいきましょうか。はい、お好きなところ選んで。わーい、どこにしよう。ここら辺かな。もっとここら辺に行こう。ここかな。あ、けどここ後ろから攻められそうだな。ここにしよう。ここだったらまあ多少はフォロー入るはず。で、わしの方は、データがまたグッタ取ったと思って、ロードで上がり、上書きしちゃダメだわ。ああ、やらかした。またやらかしたわし。あ、ひなほ立花ウェルカーン。ありがとう、来てくれて。ああ、またやらかしましたよ、わし。おーっと、待って、アクエちゃん、これ多分マップ更新かかってないな。え？共有できてないな、マップ更新、これ多分。マップを多分こういう、あれ？あ、いけた、大丈夫、いけた、いけた。あ、待て、うん、あ、なるほどね、そことそこか。じゃあ、普通に、ね、追加で、あ、もう癖だね。そう
また私またあれやるか。じゃあもう 無敵モードやるか。無敵ワールド作るか。また野犬来たらお前そこかよみたいな形になると思うけど。なるほど。あ、これ今気づいたけどあれなんですね。ん？入植者の格好って2マス後ろなんかあるなと思ったけど、ただ選んでないだけでもともとあるんだって今気づいたけど。そうそうそう。私ここですね。で、ミルフォーラ、初めて知った、面白い。押してみるか。次にカリスマが高くてもあんま意味がないことが分かってきたからな。やっぱり屈強かな。あ、はい、無敵。そう、無敵。こんな変わるんだな。あとはね、カニ好きが来てくれたらね、いいんだけどね。私の方は変わらず武士ゼロでいきます。お待たせしました、わしの方は OK です。じゃあ行きましょう、ゲームスタート。さあ、私の拠点がどんな形になるかによって私の今後の構築が変わります。当然ですけども。なるほど。まあまあ、あの立地どんな立地になるんだろうな。あの立地どんな立地なんだろう。わしのところはもうあの周りに木がなければそこであのただの要塞になるだけなんですけど。ロードが終わってー。やったー。はい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 、やったー。何もないや。やったー。何もないや。なるほど、そういう形か。これダメじゃね。そういう形、これ枯れたらなくね。え、あ、一応いけるか。なるほど、北さんのところそこらへんか。おお、一応いけんことはないか。お子さんがそこらへんで、なんかここにさ、職人違うんだけど、はるかさんの上になんかね、うん、なんかね、食料がある。上上に、ここに、あの、左下かな。はるかさんから見て南東の方向、南西、あ、南東の方向、食料上、ここになんかある。食料庫が、食料のやつが、どこえ、ここにない？俺の下今見てるカメラの、ん、カメラどこだ。北さん前、後ろ。あれ、え、ここなんかない？ええ、俺見てるかもなんか違う。いや、あのね、あれ悪夢ちゃんのカメラがないんですよ。なんで？あ、あった、悪夢ちゃんのカメラあった。この辺にさ、なんか食料こない？食料のやつ。食料？え？俺の見てる画面なんかおかしい。あれさ、なんかさ、食料のやつがあるんだけど、気のせいは。ん？え？これ誰？え？え？誰のこと言ってる？どれの？え？待って、どれのこと言ってる？なんで？いや、ほんと、え？え？え？俺の画面だよ。あ、ほんとだ！アクエルちゃんですよ、そこなんかちゃんとバグってない？というか。バグってんな。
おっと、なんか浮いてますな。見つけるわけだないわ。まあいいや。これどうなるんだろうな、この進めたら。どうなんでしょうね。どうします、やってみます。やってみるしかないでしょう。とりあえずやりますか。怖いな。バグってるよもうこれ。もうバグってるよ。はい、初手バグか。初手バグはいい。神地だ、神地どっちだな。え、すごいでしょ。初手バグは神地どっち。あ、すごいバグってるよこれ。あのね、アクエリちゃんのとこだけなぜかね、すごいね、田畑がいっぱいあるんですよ。え、なぜ。え、わからん、わからん。なんかこう、大丈夫かこれ。ちっちゃいやつバグってんだろ。大丈夫かこれ。だってさ、多分さ、俺のところさ、木あるようにもあるけどさ、多分ねえんだわ。あるけどさ、ないんだわ。切れねえんだこの木。え、うん、君、切れるよね。え、もうこうしたんだよ。ねえ、ここにさ、なんか埋まってんだけど、何が埋まってるお前。なんか埋まってんだからさ、何埋まってるお前。めっちゃバグってんな。フロツボが埋まってるしここに。なんで。分からん。そっちの配信画面どうなってんだろう、めっちゃ気になる。やべ、ほんとなんか曇ってるな。なんでそのバグ。なんか埋め込まれてんだよ、クロスボウと。多分ちょっとわしのところポッチして見に行こうかな、そっち。え、っていうかって、とりあえずいや、っていうか、とりあえずここにして。え、そこ木ある。え、そこ木ある。ない、俺んとこあるよ。そこ俺んところないんだよ、木が。え、あるよ俺んところ。あ、でも本当はここなんか、あ、なんか眠ってる。ね、なんか眠ってるでしょそこ。何これ。え、これ何、どういう状況。わからん。何が起きたらこうなった。あ、本当だ、もうクロスボウと剣と。なんか埋まってる本当に。なんでお前埋まっとる。めり込まれてる。あるわ。これ、え、これ、え、これ、え、用意したやつ。うん。ああ。あとさ、木がさ、埋まってんだけど大丈夫、ちゃんとで。なんか木が埋まってる。埋まってる。木がないのになんか急に木があなたのとこ生えていくんだけど、これ何。わからない。なんか君なんか何もないとこでカッコンカッコンやったと。え、埋まってんのか。あ、これ埋まってる。これ埋まってる。あ、埋まってるんじゃないか、反対から見たら。木あるよ。え、なんだろう、切れない木があるよここに何個か。怖。え、怖。何事？何事？お、あの、俺ですよ、何事なんだけど、一番何事は俺事なんだから。念のため、キトラさんとこ見に来たけど、大丈夫そうだな、普通だな。うん。キトラさんのところは多分何もない。ちょっとしたホラーや。いや、ホラーだよ、本当にホラーだよ、これやばいよ。ホラー系だった、これまさかの。おや？おや？しかも今気づいた。キトラさんとこもアクエリアさんところも3人ずついるのに、わしマジ単体じゃん。今気づいた、マジ単体じゃん。誰も来ないと何もやれない、本当のピコ神じゃん。今気づいたけど。大丈夫大丈夫。すっげえ嫌な感じがしたけど大丈夫かな。やばいね、怖いね、この後が。この後怖いな。なんかエラがボンボン発揮する怖いんだよ、俺のところ。あ、これ。トラさんとこのに道つなげるにしても、マクエリさんとこに道つなげるにしても、どっちにしても虫の巣突っ込まないとかのか。崖の上だから、どっちも。なんだろ、一番上の先生が失敗してんのかな、一番上の。かもしれないね。だって、うん、おかし、なんか、うん、うん、穴開いてるもん。そう、ちょっと中なんかちゃん失敗してんのかな、先生に。ここも穴開いてるし、しばらく掘ってると思うんで、それが終わるまでちょっとこれ。あとは俺のところだけが生成失敗したの、近くだけ。あとはなんか生成は成功してんな、多分。特にこれといった場がねえな。
マイクの入力感度が強くない？え、この音だけでも入ってる。まあいいか。顔。どうしようかな。こっちにとりあえず作りたいから、とりあえずここをあたりが整地できたら建築入ろうかなと場所を思ってます。これも整地したのかな。ここに入ってよいしょ。んーで まずは木を切りたいんだけど、なんかどこに木が、どれの木が本物かわかんないからわかんないんだよな。なんでそこだけなんかさえ、どうなってんです。ちょっともう一回見に行こう。あれ、わしなんか押した？うん、大丈夫、大丈夫か。本当にさ、切れない木があるからさ、どれが本物の木かわかんないのが一番つれ。これは作り直した方がいいかかもしれない。ちょっと生成失敗するから俺かな。だって今誰がどの木切りに行ってんのか、アクエリスのとこ見てもわかんない。この人がやっ、わーってる。このカーメンさんかな、うんうんうん、わーってる、うん。この人も一応合ってんのか、合ってるわ。一応全員ちゃんと、わしから見ると合った、合ってる木掘ってますわ。でもね、ない木があるんだよ、みんなには。みんながない気がある気があるからさ、ややこしいんだ俺のところ。なんでよ。なんで俺向き来て、なんでよ。すごいよね、なんか知らんけどすごいよね。一方その頃むちゃくちゃ畑やら建築やらができているヒトラさんとこで。もうね、このコラボ何回してると思ってんだよ私よ。アコロニのコラボ。このスタートの動きだけは早いぞ私。さすがですわ。よし、マジでキャラ、マジでワールド付け直したら今のうちだよ。じゃあ付け直すか今のうちだ。うん、オッケー、じゃあもう一回戻ります。さすがにね、穴が開いてるちゃんともあるからさ。どういうことここは、はい、ということでね、リスナーの皆さん、たびたび申し訳ございません。再度、世界を作り直します。俺らしい画面見ればわかるけどさ、穴開いてるもん、ここ何、2個ぐらい。穴開いてるよね。はい、すいませんでした。なんかしないけどすいませんでした、本当に。ちゃんとせいせい。画面隠しモード。はい。もうね、マジでホラーですね。もう、波乱万丈。この1時間一体何だったんだみたいな感じの。なんてホラーコラボでしたかもしれないね、実は。あれ、今日はコロニーを作るポンコラボって聞いたんですか。うん、送ったけど大丈夫？受け取れた？あ、エラーが発生しました。M さんこんばんは。あ、OK、じゃあ一遍部屋を砕きます。Fさんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。おかえりなさーい。やばい、なんかめっちゃ時間が進んでくんだけど。300、ええバグってる、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 もうバグりバグってるわ。北田さん、わしのとこってまだ招待送ってないですよね。あ、今送り直したよ。ありがとうございます。てかもう、あ、いっぺん、メニュー画面戻ってもらって。ええん、あ、エラー入った。あ、今やっときた。めっちゃ偉いだ。けど招待に乗れない。でね、一遍キャンセルね。ああ、了解です。了解です。なんかさ、やばい、4870MS になってんだけど、バグってる。やばい、大丈夫。え、わしの先輩怖すぎ。怖い怖い。暗闇。ちょっと待ってね、今ね、招待とか飛ばせるからね。フレンドリストからの招待になるからね、画面隠さないとダメなんですよ。飛ばしたよー。もらったよー。オッケー。タコちゃんの方は来た？まだ来てないです。お？おい、
来ない？やっときました。はい。一瞬だけ離席してきていいですか？むっちゃ暑いからちょっと上着脱いできます。はい。ちょっと寒いけど防湿やっぱ暑い。これタゴちゃんリスト名前ないからこれ入ってないことになってんな。え？タゴちゃんの画面だとね、うん、入ってる扱いなんだけどリストに名前がないからね、準備完了でねバグってるんですよこの人。名前ないもんね。ない。じゃあタタゴちゃんあれか。あ、これあれか。あ、これあれか。これアクエちゃんの画面だった。ごめんごめん。勘違いした。ちょっと持っとりましたお。おかえりなさい。ねえ、ちょっと行って。だけど何もないってないですね。一遍再起動するかゲーム自体。おーい。はーい。一遍。じゃあ、ちょっと私の画面は私も一回再起動します。AG先生の CM 放置してますので。これは今日も。AG先生の選択やつで放置です。これは今日もなんかボドゲの気配が濃厚だぞ。大丈夫か？あれ？この3人完全ポーアツワに？待って待って待って、私を入れるな。私を入れるなそこに。おかしいだろおい。ね、なんかいろいろとおかしいね。ね、オルタロさんかもこんばんは。いらっしゃい、おかえりなさい。今日も一日お疲れ様でーす。わしら3人って実はあの隠れポンの才能が。だから私を入れるな。私を入れるな、お前たち。ちょっとあの、あとみんなでも、あの、モカさんに相談しとこう。アコロニーがなぁ。まあ、アコロニーがどっち、まあ、結局ね、そのベータテスト中もあるんだけどね。あ、リアクセスだから、これどうしてもね。あれ、これも大丈夫。ベータテストって何年間ベータテストやってるかゲーム知ってるか、一個。はい。何にもベータテストっていうゲームやったやつがある。ボードゲーム部が出てる。何の話だ？どの話だ？え、俺が知ってるゲームで、あの5年間ぐらいずーっと FPS のあのベータ版っていう言ってるやつあるから。ほー、タイトルは？え、エスケープフロムタルコフ。あー。大丈夫大丈夫。ベータ版どころかアルファ版のやつ7年ぐらいのやつのゲームしてるから。何？ゲーム業界怖？いつだっけ？いつだっけな。あー、ね、10年ですね。10年アルファですね。あ？やば。やば。セブンディーズ2だっけんですけど。あれなんか聞いたことあるぞ。なんか聞いたことあるぞ。あれね、もう10年なんですよ。え？あれってそんななんですか？はい。あれね、2013年12月14日なんですよ、発売日。え？リリース日。アルファテストの、初回アルファテストのリリース日が2013年。12月なんですよ。どんだけ慎重にテストしたいのその。で、10年経った今、アルファ20なんですよ。はい。すごいよね。ねえ。あの、わけがわからなすぎて、頭がぼーっとしてます。10年間、アーリーアクセスですよ。やばっすね。運営側は何も思ってないの。いや、その間にね、ゲームシステムが根本的に変わったのが2、3回ぐらいあります。あ、はい。最初序盤とかはこうなんか殴ったらこう木を殴ってたらこう伐採スキルが上がったりこのスキル向上系だったんですけど、はいはいはい。ホールアウト76が出た直後ぐらいにスキルポイント制になりました。ほななんかガーンみたいなものでしょ。お前待ってやめはずらい。あ、にっくりいいから、にっくりいいから。あ、OK。はい。はい。行きましょうか。ただね、悔しいことにね、セブンデッドで普通に面白いからね、あれね、アルファテスでも。っていうか、もう完成でいいじゃんって思うけどね、あれも本当に。3人やらば文字の知恵、森田区さん、霊長類ガンピス、これはガンスリング、ガンスリング、ガンスリングやろ。なくさんにいいよ。うち一つが、面白そうなのないかな。なんか知らないのが2人追加されたけど、シーラーない。
はキトラさんが選ぶワールド次第と。そうだね。なんか面白いのないかな。面白いワードないかな。ドラさんの気まぐれの決定が来るまで待とう。なんか今回結構なんかおとなしめのしか出てこないな。うーん。なんかないかな、面白い。モスバーガーの取り立てたうまいっす。あ、いいねー。いいねぇ。控えめるけど、これでいきますか。はい。はい。ただ問題はこれ、買ってきたのかな。昼なんですよ。昼なんです。温めてないんすよね。はい。アイドルここかな。昼なんです。最近見てないな、テレビ。めっちゃ好きだったんだけど。ねぇ。これしょうやだ、これしょうやだから。あ、私はさっきと似たような感じでここを取りましょうか。あ、どうしようかな。ここでいっか。え、別真ん中。ああ、そこ行くのか。なるほどね。なるほどね。で、データロードして、記録を屈強に変える。これで OK。 あれ、あれ、わしの方なんか押せなくなってる。なんで？え？押せなくなってる？え？準備完了が押せない。入職者設定が無効。あ、スキルがね。オーバーしてる。オーバーしてますね。そうか、一人の時と違って3人に設定変えるとそうなる。あの、2人と3人の時はですね、40になるんですよ、スキルポイントが。へぇー。ちょっと不利になるんですよ、実は。そうなんですね。そうなんです。そうなんです。初めて知った。どうしよう。あ、これ全員が全員6、あの、減らさないといけないのか。わーい、わーい。どうしよう。そう、全員をね、20ポイント分減らす必要があるんですよ、これがね。まあ、限りなくこの減らしも大丈夫かなと思いますかな。あれですね、今日のコラボ実はこれ10時から開始だったという話ですね。あ、そうだったんですね。なるほどなるほど。すいません、なんか申し訳ないです、本当に。面白い。てて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 。お前カリスマなくていいよ。よし、オッケーです。お待たせしました。はい、じゃあ行きましょう。さあ、今度こそちゃんと生成されますように。今度こそ生成されますように。出るか、京都出るか。これで京都でも終わらんだよな。お願いします。アクエリが何でもしますから。え？なんか今、俺急に触れたんだけど、俺。お願いします。何でもしません。アクエリさんあげるんで許してください。え、何、いきなりだけ投げてんだけど勝手に。何今日のこのお願いします。アクエリさんがエペ 200キロ耐久するんでお願いします。うん、エペ耐久、頭が痛い。もうエペの耐久は闇を思えて暗闇に葬った。アクエリさん一人でエンドラ RTA するんで許してください。え、エンドラ RTA か。じゃあ、オッケー。あー、なるほどね。あー、なるほどね。さあ、ちゃんとくんこは生成されてるっぽいですね。
ぽいですね。だってわしのところも大丈夫、ね、なんかさ、一人だけさ、やたらとさ、離れたとこにいるんだけど、これぼっちか、この3人誰ヒトラさんのところがここで、山を2つ越えた先にいますね。ぼっちがいますね、アクエリーさん。すでにスタートからキツネに囲まれてますね。これ下じゃないの？え、これ山では？ああ、いや、ああ、キツネですね。いますね、なんかキツネが。はい、お帰りください。キツネいますね。お帰りください。あの、関係ないんで、僕、キツネ関係ないんで、お帰りください。え、けどアクエリさんの新衣装の耳ってキツネっぽい。キツネですけど。これは、はい、でもあれか。ね、まあ、なんかさ、またこれ切れない気があるんだけど、何これ。またこんだけ切れないの、なんで？あ、多分それね、あの境界線の木だと思うよ。あ、なるほど。だから境界線ギリギリのところは切れない気になるから。あ、なるほど。びっくりした、またバグですかと思って。私なんか多分ここまでなんだよね、切れてね、ここまでなんだよね。じゃあわしの方も、準備に入ろうかな。この辺のやつ全部刈り取る。とりあえずまずはこのエリアの木を全部伐採する勢いで切ります。で、植物もすべて刈り取ります。あ、まだ草ここにあった。これ大事。ねえ、なんかもう普通にロスしやすいんだけど、早くね。ええ Why? え、ロスしてる。虎先生、やっぱりこの面々、やっぱりポンでは。なんか人72歳のロースがいるんだけど、大丈夫か、この。あ、ロースね。ロース。あ、それは大丈夫でしょ、多分。岩では。あ、これ強化線か。あーね、なるほどね。OK。じゃあ、これで、よいしょ、よいしょ。とりあえず、こんなもんでいいのか。よいしょ。よいしょ。わからんけど、こんなもんでいいのか。で、伐採、これの順にしておく。で、これはこうして、よし、うん、で、武器の生産とか長くで、サイクス、サイクスやの次で、読み合わせてきといて。あ、決まった。BGM 切っとこう。よいしょ。よいしょ。ひとまずこれでいきましょう。これではコロニーの音を聞こえてる年になりたいか。家をどうするかだけども。なんとも言えない位置なんだよな。ここに作るか。作りましょうね、じゃあ。とりあえず作るとして3マスで作ると、いや、なんとも言えないよ。倉庫は後で作り直せばいいから、とりあえず3、何3って言って言うんだった。3、爽やか3組。夏木はいっぱいあるけどね、序盤ね。ハルクさんはそこからね、ハルクちゃんはそこからこう、あー、なるほど、なるほど。多分これで合ってるはず。とりあえずこれで様子見るか。で、これも。で、こうするでしょ。で、ここも3場所を。オッケー。ここに変えて。よし。さあ、働け、動き出せ。動き出せ。スタート、早っ。は早っ。しょっぱなからなんかキツネが。あ、違うわ。
待って、キツネって言えばさ、キツネ、アクエリちゃんところがすでに2名瀕死なんですけど。あ割と面白かったですね。割と瞬間キツネと襲撃が合いましたね。はい、もうだって囲まれてましたもんね、スタートから、うん、あって言ったでしょ、普通に。今日わしの周りは、ああわしの周り、あけどこれ崖下か、上に登ってこなければ害はないか。あ、そんなこともね、普通にキツネいるじゃん。まあ、いや、そんな初っ端からイベント起こると思ったら、そらそら自分で起こしてさせやないわ。触らぬキツネにたたりなし。オッケー。あ、思ったよりキツネいる。木の下に隠れてたんだ。まあ、思ったよりいっぱい出てきた。4匹今いる。思ったよりいっぱい出てきた草。で、とりあえずここを掘ります。まあ、おかげで死ぬかって死ぬのやめてもらっていいですか。頑張れ。建築します。木が残ってた。建築終えました。追加します。調理で野菜料理をマックスにします。調理開始。これが大事。料理してもろて。料理料理。とりあえずこんだけぐらいの料理ができたら、じゃあここら辺作りますか。6×6、うーん、7×7 ぐらいが欲しいかな。7×7ぐらいで50くらいで、これ人参耕しやれたらやってもらって、で、ぼちぼうもう一個佐々木さん、違う、銀さん、こっちをぼちぼう、お前こっちやってもらっていいですか、ぼちぼうさん。まずこの2つもちゃんと破壊しておいてですよ。この家を破壊が終わったら、もう1回ステージ直す。で、7×7 も1個作って、人参とじゃがいもを作ります。よいしょ。あ、間違えた。あ、けど、か。で、ご飯食べてもらって。建築の屠殺場をとりあえず用意する。建築の製造もとりあえず用意する。これをキャンセルしたい、キャンセルしたい、キャンセルしたいけど、その前にこれを作りたい。用意してもろて。これってどうやって壊すんだっけ。あー、これだ、これなんだ。作る野ざらし知らんな。
で、掘る。掘る。追加製造一旦物作ってください。で、何これいいかな。あ、間違えた、一個隣だった。ドアを作って、よいしょ、建物を作るわけでございますが、よいしょ、寝床が、どうせ寝床が、寝床が、するか、寝床が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 、あー、ミスったー、やりましょ。どうしよっかなー、 10×9 にするか、 10×11×11 してもいいけどなー、 11×11 にしとく。ここ、あ、こっちだな。えらい、だから狭いなと思ったんですよ。 10×10 で部屋作っても、1個作るでしょ、1個を作って、ここ、これで 11×11 ん、部屋のサイズ合ってるか、本当に。で、こうの、こうの、こう、こちらの、こちらよ、こちらよ、お試しで用意いただけたら違うからね。寝床、寝床、寝床、あれ、寝床のやつどれやったっけ。こう、で、こう開けるから、こうの、こうで、こうの、こうの、こうの、こ、これが部屋認定受けたかな、違う、ダメだった、やっぱり、違う、こだ、これこうして、おお、で、こう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 、で、こう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 、一個間違えた、こう、こう、こう、読めない、読めてない。で、こう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 、これが、で、ここに足を立てて、こう、こう、よいしょ、なんだけども、木が足んなくない、これ、よいしょ、出た、このままいらない。で、一旦ここに石を、石の橋をかけましょう。ことで、ここに切るようになったから、わー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 、うん、よー、
いい感じですね。一体何度目の基礎なんだ。いや本当だよ。私これ一体何回基礎を作ってるんだろうね。この基礎。もう手慣れたもんですよね、この基礎作りね。あ、これでも部屋として成立してるかどうかがちょっと怪しいところあるな。ちょっと狭すぎるか、もしかして。いける形かな。カフェカフェ電気つぶ。首輪になってるけど大丈夫か、これ。電気粒の、ああそうね。窓をはめなきゃね。窓をはめましょう。でルール。最近けど、かれこれ半年から1年以上くらいかな、なんとかアニメも見てないですね。あそうなの。最近のアニメ事情全く分かんなくて、まあ、それは私もそうなんだけどさ、昔っていうか読んでた漫画がアニメ化するって聞いて、やっとちょっとおおってなった。あーね、アメコミ大事よ、サザエさん。アメコミは大事、確か。アメコミはね、アメコミはいいぞ。読んだことないけど、ほとんど。これ一応、部屋に受けた。大丈夫これ。電気粒11、部屋のサイズ12。12平方ってダメじゃない？え、これを大丈夫だっけ？技術が選択されていません。技術を選択する方法が分かりません。これ技術どうやってるの？技術のあれ研究テーブル設置しても意味ない。研究テーブル設置して科学で選ぶんだよ。科学がない、もしかして右上にある。え、ん、あ、そう、右上のその科学を押してで研究するの選ばなきゃ。技術選択しないよ。ごめんなさい、普通に間違えてました。はいはい、これができてるから、あ、これでいいのか。これを研究してください。こうやって複数選べはしないから、こっちだけでいいか。溶鉱炉と取引テーブル、弓はいらないか。とりあえずこんだけあればいいか。なるほどな。これでもうお母ちゃんは個室チェック。あ、よかった。この小さいので個室扱いになるんだね。お前ら安上がりだな、実は。やめてあげてください。なるほどね、これが今の草だもん。君ら一応個室で勘違いするんだ。へえ。へえ。
この手に怖っ。これ個室扱いで、これでいいらしいですよ。これ個室らしいですよ。へえ。ちょっと見に行こう。見に行こう。ギットラさんのところどこですか。どれ。どれ。この大きさで個室なんだね。ああ、え、4×3。三。ええー、それで個室扱いの。え、んなこと言ったらわしんとこ33ですよ。え、一番適当に見ないところで33で組んだんですけど、え、わしの方が広いもしかして。そうなんだ。これは知らなかったな。で、この、これは廊下の部屋に出る。ちょっとしょ、あれが欲しいな。放浪弾が来るそうです。いいですね。あ、しょっぱらでわしの方来たわ。あ、それ放浪弾とかはその自分の担当のとこしかイベント表示されないから。あ、そうなんですね。 NPC 襲来イベントは敵が襲ってくる系はね、バラバラ、みんなに通信来るけど。わしどこ行った。この辺もじゃあ木材重ねますね。もうバンバン伐採していきましょう。あれ違う、わしがしてんの。ちょっと移動してもらって。正常がやっぱした、マジか。いやー、ちょっと間に合わなかったか。あ、これだ。ちょっとこっちもの部屋にしてあげて。まあ一回正常が起こしたらね、しばらくちょっと大丈夫だから。あんまり正常が起こしたくなかったんだけどな。私なんで人と話しただけで機嫌悪くなる。難しいんでね。むっちゃ食うじゃん食料。え、お前ら今何したの。んーでー、え、ふて寝した。ふて寝、食べ過ぎでふて寝した。あ、また戦勝が起こした。速攻戦勝が起こした。あ、もうかが起こした。あ、殴ってる。お客様なんかダメです、よろしくありません。あー、お客様の中にか逆。なんでそんなに。あ、部屋が狭いからか。そうだよね、やっぱりそうだよね。やっぱダメか、それじゃダメか、わかった。あれ、もしかしてわしやらかしになる。階段降りれるね。降りれる、大丈夫か。やっぱり部屋としては狭いか。だよな、知ってた。違うな、どうしようかな。あ、でもいいか。ここでしょ。いいわ。で、ここはこうしておいて、どう
える形が面白いかな。ここでしょ、でもだからここと、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 こうするでしょ。であれ、これ不安者キツネどうすればいいんだ。ん、不安者キツネは倒したキツネは殺し、コロコロして、不安者キツネをどうすればいいんだ、これは。で、あの食肉加工台で加工しなきゃ。いや、不安しちゃってんだよな、もう。じゃあもう、あの死体を他遠くにポイってして、死体が完全に消えてるまで待つしかないんですわね。なるほど。よし、ここでしょ。いいと基礎工事をやっていって窓枠入れて、窓ガチャコン、んで、窓枠入れて、あーちゃ、窓枠、ちゃ、客、客、その窓ガチャ、ガチャ、ドアをセット、出てきてない、ここはこれ、ドアをセット、おお。なんか殴り合い発生した。どういうこと？ちょろいな。ちょっと目離したら、すぐ殴り合い始めた。ちょろいと思ったけどね、やっぱ狭くてね、不平不満が出ましたね。贅沢なやつらだぜ。一体何が不満だってんだ、この家の。全然ないと言いながら、俺のとこに住めるのか、それは。仲良くなれそうなやつがいない。結構刈り取ってるから引けそうな気はするけど、だから、あー見つった、そっか、私ここ何のためにスペース開けてたか忘れてた。こ、こ、こいらない、こ、こ爆破する、こで、こうでしょ、お家の扉をこうしておいて、んで、階段をセットします、道用意します、ここはもう全部のノーマル柱で OK。 こうね、で、こうして、ここに扉を置いて、で、こうを、こう、こう、てか誰も畑しないなと思ったけど、誰にも仕事振ってないもんね。石も回収しといて。あ、そっか、柱があれか。あれ、畑でどれだっけ。いいよ、中心回収して、木を切るんだけど、中心部あたりにこれを置いてあげたら、こうやってしょ。よし。木を切んなきゃいけないから大量に。これをこっちに通させてあげて、よいしょ。
どんどんできております。あ、これもしかして木材尽きた。木材尽きた。やっぱりやっぱり。で、可食物、しよっかな。いや、いや、朝のも作ろう。この辺は朝の。いいよ。木材足んないから、もしかして。あ、違うな、君。あ、君やったな、これ。君それ移動できないね。君さ、いいか、ちょっとそこにちょっと階段1個作ってあげてよ。君それ閉じ込められてるよね。この虫の木のところちょっと中で切るか。襲いかかってきますかね。ん？虫強い？虫そこそこ強いよ。夜型人間愛されキャラカニバリスト。ちょっと待って、お前それはそれはそれはちょっと君。壊せないこの穴開いた木は。君は仲間にならないか。これダメです。穴開いてる木は確か。ん？穴開いてる木は採取するんだよ。採取どうやってるの？フルト刈り取るじゃない。修行をする？違う。で、右キャラ選んで右クリック系だったと思う。何気にその辺触ってないなと思ってました。いつも建築で終わってたから。こいつらなんか結構長いしているな。なんだお宮ら。あれ、これもしかして、あ、いや、ちょっと昨日装備しますが、君を斧を帯しに、斧装備しに行ってますか。一時昨日だって装備しますか。多分これわしの方のバグですね。ん？山がなくなりました。え？山がなくなった。それあれだよ、多分 V をしてごらん。 V？ あ、本当だ、治った。あ、びった今普通に私もびっくりした。あれ、山なくなったなと思って。もしかして木材がない？そういうわけじゃないね。とりあえずこれで野菜は足りるようになったから。床張ってもらって、食堂を作らないことに話にならない、
テレテテテテなんかなんかなんかな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 話せ。名前がクエリアスさんっぽいやつと話せ。ぽいやつ。ぽいやつとかすげえな。言いようが。まあいいけどさ。だってアリエルって書いてある。なんか一気にプラスの案件出てきないもの。これなんだ。これ作んなくても。あれこれ耕すマークを押しても意味ない、もしかしてなんか耕すあれなんかあったっけ。ないよな。君ちょっと料理しなくてもらっていい。とりあえずひたすら料理してもらって。エリ君？ああ、そっちを先に使ってんのね、オッケそろそろ。じゃあ研究テーブルはないよね。研究テーブルも一旦作って。小料理だんだんどんどん作ってもろてー。鶏がいるから全員でカレーやりない。カレーなお武器を一切持っていない。一応ねこれさちょっと布先に輸送してさ先にベッド作ろうよ。先にベッド作ってもらって、ですよ。階段をここに建てたいから。キャンセルして。
中央に柱立てて、ゲーム内にそのどれぐらい結構頻度高いよ、雨と雷は。実際感覚的に見てると、うん、入植者から買ったっぽいだろ。でこれがエリックの部屋にして、問題はどこに行ったんだろう。材を借るのです。入植者どこ行った。俺入植者どこにいる。こっちもで、こっちもお前さ、先にさ、家具を研究していただいて、エリックさん研究最優先でお願いします。効率が悪くなるけど仕方ないよね。すぎる料理すぎる調理のこれはじゃがいもだめ。人参だけでお願いします。ですよね、しょっちゅう音が聞こえるか気になってね、ごめんねリツさん、めっちゃ雨と雷の音めちゃくちゃ大きいよ。してこれじゃなかった。研究これだ、最優先研究これだわ。これプラス、これここだな、研究するのだ。研究一遍これでしてもらうことによって家具がつく。いや音自体が嫌いなので大丈夫。あ、よかったよかった、リッツさんありがとう、ありがとう。晴れました、そうこう言ってるうちにあー、そろそろ腐敗が始まってきたな。まあいいか。なんか知んないけど殴り合いが起きている。あらあら、どうしてこんなこと、一体誰がなんてことを、誰がやったんだ。何のせる15だから、どこだ、7か、ここら辺か。このエリアをこの辺を半分食料庫にします。分だけってあと18を3、6、うん、待って、これっておしまい、待ってる、待ってる、うん、で1、2、3、4、5、6、5、押してお、あ、私、あーマジか、お前らそこで恋人なん、同士になるのか、マジか。ちょっとそれ聞いてやるや、まだ早いんだよお前ら、君ら、ちょっとそれは早いんだよ。得られていない。ベッド昨
いや、それはちょっと気持ち早いんだよ。もうちょっと後でよかったんだ、君って、それは。困ったなぁ。ここで恋仲にならないのはちょっと予想外なんだよな。よし、とりあえず間に合ったか。破壊して窓枠立てて、ドア枠立てて、シンプルなドアを立てて、ここないよな。ここ破壊して、ここに、ちょっとこの辺の木も伐採してもらいに行こうと。サムのが欲しいけどもないな。ドア枠を置いて。サムの20いるもんね。ドアを置いて。何これ、何がどうなってんの、なんでかまどの上になんか種置いてあるの。ん、え、わしの画面かまどの上にあの種が置いてあるんですけど。なーに、あ、今気づいた、先生来てる。どうも。お、なるほどね。いつ来てたんだろう、わかんないけど先生来てた。いつ来てたかわかんないって。それはそれでどうなのさ。これと、これと、あ、布がないんか。これと、これと、そう、布がね、ないとどうにもならないからね。完全に気づいてなくてやらかしましたわ。あ、やっぱり市場が起こしたか。まあ、起こすよね。こうなってるから、あ、でももう発揮かなった、大丈夫。生えてる、いつの間にか。お、リッカさんだ。お、リッカ、わしの名前になってる。ポンハルカじゃないよ、わし。テテン、あ、先生、今キラ、さっきチラッと見に来られたら、また、また、今度はハルカちゃんのところに襲ってきてる。あ、そうね、私のところ音楽入れてるよ。いやー、来てくれてる。びっくりした。てててて、あ、じゃあ、お前、キャラマン、お前こっち、斧を切って、斧を切って、お前も、こういうキャラマン、斧を切って。今ね、みんな、あの、キトラさんとね、アクエリさんとね、やっとこさって感じだ。そうなんよな。初手で、あの、みんなしてポンしてたので、あの、遅くなった形ではありますが、エラーが吐きまくったからね。ね、エラー吐きまくったからね、本当。なんでこうなったっていうレベルで。そ
さてさて、これで作れた？まだ足んない？まだ足んないか、君。あと10足んないのか。どうしよっかな。職人って誰かいなかったっけ？あ、これ園芸だ。お前誰？これ枯れとっちゃう。大変だ。園芸しかいない。これで多分10個ぐらいできるでしょ。ほぼ園芸しかいない、わしのところ。これで10個ぐらいできて作れるでしょ。最優先、それ作らんことには話にならないので。これで休んでるか。これで。OK できたね。じゃあこれをもうカトエリックのベッドにしてあげて、これは一旦上の物置に移します。何これ、 何これよくわからんけど、今一つの取引が始まったけど、なんだ今のは。でこいつのここに引いて、これはこれ寝てるやつを機械以外と食料以外を置くところにします。早っ、解放終わんの早っ、ダメだ。そうですね、リムワールドと同じなんで、時間が経つと敵の攻撃が、敵の組織がとか来たりとかするので、今のうちにね、いろいろと防御とかを整えないとダメです。黄色いのが文字に見えた。あら、あ、なんかな、リッカさんがキトラさんだけポンって言わないのはおかしい。おかしい、キトラさんもポンなのに。ありがとうございます。あ、また、ちなみにそちらのリッカさんはポンの代表の一人です。ポリロン出すと、ね、あ、そうなんだ。で、机と本棚さん、本棚さんと衣装棚に、机が一つと、机がこいつのところには一つと、衣装棚が2個。あれ？なんでこんな。なんか死んだやつがいいんだけど、一人。で、本棚が3つ。はい、これで大丈夫です。で、ぼっちぼ、お前は？お前は本棚と机が1個ずつね。本棚1個。ん？机が1個。どこにいるお前。あ、で、ヒトラー、私は、私は何がいるんだ？植物3の衣装だな。植物1、2の3。はい、ここは誰もいない。こんな形で帰れるのか。いつもポンって言ってくる人にロンと言って何が悪いんや。そして初めての人には私は優しいんや。なるほどね。なんでや、なんでや、なんでや、なんでや。なんでなんや。そりゃ仕方ないよね。おのれポンリッカ、おのれポンリッカ、そういうこと言ってるからだよ君たち。オッケー、だいぶこれで、だいぶこれであれだね、いけてますね。物々交換人はね、ちょっと来られても困るんですよね、実はね。もうちょっと酔っ払い来てくれませんかね。酔っ払いがね、ちょっとね、来てほしいんですよね。え、なんで食中毒でな、なんだ、なんで食中毒になった。酔っ払い来てくれたらね、とても嬉しいんですよ。あれ、かまど使えなくなってる、もしかして。それで生もの食べてる。草。え、すごい、これ。これを
てる。しかも、この狐のやつなんで、この料理ポーンって破壊して破壊してください。待て、なんか3人死んでるってふざけんな。待て、お前はなんで3人死んでる。え、何してんの。何が起こった。勝手に恋仲に並んでもろて、あの勝手に死なないでもらっていいですか。なんか入植者が必要になったんだけど、ふざけんな。そんな君らの部屋ないよ。君ら死にそうだ。どうした。ジケラは君ら死んだ、もしかして。ジケラ3人死にました。あと1人です。何が起こったの。わかりません。急に死にました。なんで。多分イベントでしょうね。はい。何やらかしたの君。わかりません。どうする。ロードする。いや大丈夫大丈夫、生きる。まだギリギリ参る。オッケー、いいけど。アケリさん明日覚えとけ。アケリもポンだった。なんか大変なことになってそうです。大丈夫ですか皆様。まずいっすね。大丈夫じゃないです。お腹が空いた、不安だ。防御面がちょっと怪しいもんね。そうよね。じゃあちょっと、もうちょっと追加する斧とか作りますかね。養殖者来ないと俺ポンするぞ。これ野菜料理はいける。野菜料理は大丈夫だけど、カニがキトラママポンに囲まれて大変。ねえ、いやカニが欲しいな。カニが欲しいから酔っ払いソースを着てほしいなと思うんですけども。今更だけどベッドの湯変えれるのか。え、あ、そうなの。いや、じゃあ一個ずつこれにしといて、で、これで、こっからなんで木材を回収してくれないの。荷物輸送、これか。エリックこんだけみんな外でね、どうベッド足んないとことか。このやつで鉄加工、休日研究先したいな。休日研究してもらって、お前食料が足りないのか。お前、あ、そっか、ガシか、お前ら。あ、ガシしたんか。あ、ガシしたんか。耐えて食料ができるまで。あと3日だから、耐えて、あと3日。食堂が欲しい。食堂が欲しい。食堂が欲しいんだったら、まずお宮ら木を取って。あー、ガシですね、これね。はい、ガシですね。どうしてそんだけ順当に食料の畑用意してんのに、どうして死ぬの、それで。それは俺も思う。食堂ってどうやって作るんですか。食堂はテーブルだけでいいの。テーブルと、その一定の広さがあって、他に何も置かれてない形かな。あとは料理関係は置いていいけど、あ、うちの3階みたいな形ですね。見に行こう。これは食堂扱いになってます。こういう扱いな。テーブルがないと、いや、要はみんなで食事をするスペースがいるよってことで。ねえ、なんかイベント起こったって、あなたはまるで謎のフォローしかつけました。酔いどりフォローした、ふざけんな。今野菜欲しい。その酔いどりフォロー者こっち来ないから。いらない、今うち一人しかいないから。君性のなんだ、優秀な医者僕。あ、感情的。やばい感情的ですか、あなた。なるほど。今キツネくんな、今キツネ来られても困る。感情的な人はね、いらないんですよ。ようこそ、ようこそデイジーさん。やばい、嫌な予感しかしない。ようこそデイジーさん。あ、逃げてった。あ、逃げるんか、ダメか、なんだ。
ちさんこんばんは。いらっしゃい。今日も一日お疲れ様でした。お帰りなさーい。フリオポンじゃないよ。プリ休日完了した。哲学校開始。じゃあ。やばい。畑の種とかあるはずなのに、一切畑が機能してくれない。あ、アクエル終わりました。はい、弁護士です。嘘じゃん。嘘。全員死にました、アクエリ。はい、お疲れ様です。全員弁護士しました。はい、時刻的にね、ちょうど2時間である意味ちょうどいい感じなんで。もうやだ。はい、このチーム次回。再度世界の救いの力スタートします。もうポンのポンポンしかないじゃんこの配信。ああ今日の MVP にはアクエリ今日のあのマストバリアブルポンですね。また死にますわ。アクちゃん食料管理大切だって知ってるでしょ。あなた畑作ったやんここで。なんで作ってる、機能してないのさ、こんだけあんのに。ちなみにわしのところも機能してないから代わりにキツネと鳥飼ってました。え、なんで機能してないの。キツネこんなかったんですよ。これや、これやだってあなたさ、これさ、はい、はい、あのタコちゃん、タコちゃん、はい、マイクロと違うからジャンプでさ、越えないんですよ。はい、え、ちゃんとフェンスゲートありますよ。ある、あ、ほんとだ、あるわ、あるある、なのに、種もあるのに何も起きないんですよ。種はか、あ、ちゃう、植物が選択してない。植物選択してないじゃん、何作るか。ああ、そういうことか、選択してないからか。と、うん、あと少し食料ができたのに、クソ。けどわしのところは人死んでないからセーフだもんね。そんな、大丈夫、そんな手入れだろ。誰か食料を切ることがワンチャンあるかもしれない。誰かを提示することが、そんな希望を抱いて俺は。え、次の入植者来るの待つ、あなたそれ。はい、分かった、了解、いいよ、来るでしょう、こんな頃になら。だいぶそれで遅れるけど大丈夫。いいよ。あー、なるほど、これでいいのか。チームプレイは難しいな。これでもね、なんかね、フォローしてあげるからね、ワンチャンであるんだよ、期待が。あ、そういうことか、これ。これってことは、これを。じゃあちょっと、よし、私は廃墟のところには捨てて、じゃあ、あと1時間やりますか。味方のコネを見て遊んでよ。はい、じゃあちょっと1時間、もうちょっと1時間目で、ね、追加しましょう。はい、アクエリちゃんの画面は、ね、しばらく暇です。あ、でもね、食料がね、野菜ができるからね、次からね。そう、うん、そうですね、これ Steam の今アーリーアクセスにあるアコロニーというゲームとなっております。マインクラフトとリムワールドを足して3で割ったようなゲームですね。なるほど。アクリアポンでボソじゃない、イジー先生。イジー先生。ここは演説っていびき。いびきかもしれない。これも何の種があるんだ。油田油があるでしょ。あれ、油田油しかないもしかして。あ、いや、これ何してんだろうね。油田油。使い出し系してんだ、キトラさん。え？どうした？え、階段外につけてんだなと思って。ん？あの階段。建物。ああ、そう。ホラー要素も含めて含んでない。10時スタートだっけ？いや、9時スタートだよ。一応9時なんだよ。最初の1時間、最初の1時間でやってた世界がエラーで崩壊したんだよ。誰か来ねえかな。入植者募集中です。アクリルクロリンどこ行った？募集中です。で、クロリンどこ行った？あった。よし、これで多分選択できてるはずだから多分大丈夫。これで倉庫ができた。あ、できた、できた、できた。あ、オッケーオッケー。これで倉庫ができました。化学で、次は木材が足りないのに木材を回収に行くやつらが誰もいない。うん、いや、鋼鉄の木だな。君らちょっと木材を頑張って切ってください。武器の製造を
をちょっと優先して。まさかの来たよ。来た。来た。お、来た。やったぜ。よっしゃ。復活アクエリ。おー、復活。ようこそ。新しい子、君の性能は？建築家、医者、雨愛好家。雨愛好家がちょっとめんどくさいな。でも今雨の日だからいいですね。ですね。で、優秀な医者、なかなか結構厄介だな。そう、あのね、これね、まだね、全員バラバラ扱いにしか、リソース管理がバラバラにしか今できないんですよ。性能的。ゲームの仕様でね。これ人脈ってどうやって選ぶんだ？ん？まあ、作ったのどこ行った？どっかに転がってると思うよ。よいしょ。うん、油ができてきた。よいしょ。お前何持ってんだ？まずはどんどんね、食料をつけていっていただいて。ヘッセル持ってんのかお前。え？違う？いや、荷物の預けもいい。欲しいからな、ちょっと。モーカちゃんが。あ、でもモーカちゃんそれ終わったら。これ人肉ってどうやってるんだ？ん？人肉作るの？うん。人肉作るのも、肉解体機に人を置いていくよ。ああ、買って置いててくれないんだよな。うん、置いててくれたりとか置いててくれなかったとか、まあ、それはいろいろあったりするけども。食肉加工は入手しただけでいいです。戦略っていいんだよな。これで作るかな。これで作ってくれるね。じゃこれな、輸送できないんだよな。まあいいか。で、弓作ってもらって、弓は2丁でいいか。弓をこう弓にしましょう。弓に景観を良くしたいっていう謎の弓にこっちってか。お前待って、エリック、お前だけなんか1日3食とか贅沢なんだよ、エリック。1日2食でいいだろ、貴様ら。で、これで作っていって、高校手続きの研究が完了しました。次、基本の娯楽がいりますね。基本の娯楽研究してもらって、ぼちぼは今ワークベンチに過ごしてて、あ、そっか布、あ、そっかそっか、弓作るのに布が結構いるんだったね。いけるかな。カンコンカンコン。まあ弓があったらあるっていうのは。じゃがいもが新曲入った。おおお、どっからか取ってきたんだ、じゃがいもの種。やるね、君ら。で、これで弓ができました。モーカちゃん弓装備してもらっていいです？はい、どうぞ。んで、弓作り終えたら、
ことにしたいんだけど、弓を作り終えたらちょっと鉄を掘りましょう。なんかアイテムが必要って言ってくるんだけど、なんだろうこのアイテム必要って。ん、いや食肉加工させようとするとアイテムが必要ですって言われて、ん、その死体を持っていかなきゃだ、その死体を上に乗せてダメだから。よしよしよし、なんかお知らせできた、危ねえ、びっくりしたですよ。荷物をいっぱい運んでいただいてですね。いや、で君はもう掘る仕事はぼちぼに任せろ、聞こる仕事も任せろ。あ、これできるのか、OK、で植物系も任せる、建物も基本的には任せる。狩猟はいらん。あ、あと6個いんのかい。あ、もうちょっとしたら弓が出来上がりますね。弓が出来上がったら次のことをいきましょう。やはりキトラさんのところはスムーズすぎるね。さすがベテラン。私はその彼、あの科学の研究めっちゃ遅らしてるから、ハクパカちゃんとかがそこら辺うまいんだよね。へえー、そうなんです。うん、ハクパカちゃんが研究速度めちゃくちゃ速い。俺でも遅いと思う。ちょっとここまで削って、建築作成これにしておいて、これって穴掘り、穴掘り、あれかな、上に虫がいるから木材とか取りに行けてないだけか。ん、この辺、わしのところ木材が目の前にあるんですけど。どこの木材？こう今わしのカメラがあるところ。ん、持ってかないんですよね、木材系を。あー、ん、これだって道なくない？あー、そういうこと。ここら辺、多分ここら辺カットしたでしょ。あ、それで道がなくなったから取りに行けなくなったって。そう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 、そうだから、キャラ選んでこの木材見に行くと多分ルートがないって言われるよ。なるほど、だからか。そう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 、木材だいぶ集まったな。でも全然足んないんだこれ。弓装備しておいて、こことこことここを爆破します。どうしようかな。ここも、お、メープルさん
どうも、こんごろも。あ、いらっしゃい、メープルさん。いらっしゃいませ。完全に今夢見えてなかった。よし、破壊したな。破壊したら、ここに、これをつけます。そして、また、建物のビルを、用意します。今ね、ヒトラさんと、私とアクエリさんの3人でやってるんだけど、アクエリさんは一度全滅してます。いや、全滅だけ復活したよ。で、さっき、あの、新しくメンツが来て、リスタートしてます。非常だよね。お、植物を狙う獲物。これ、わしのとこじゃないよね。わしのとこに来ない。俺のところだよ。来てるね。紫色。どれだ？どれか。チーム紫。わしじゃねえか。あーあー大量に。わしのとこじゃねえか。クリアされてます。クリアされております。ああ、あなたでしたか。ああ。ええ、わし何も用意することできねえわ。もう終わったよ。うん。あ、俺のとこじゃなかったわ。よかったわ。おお。ってことは、取られるってことは、取る覚悟があるってことだよな、君ら。怖い怖い。怖い怖い、怖い怖い。で、またこれ作っておいて。さあ、これで、ね、だいぶ高い。だいぶ高いキトラビルが出来上がってきましたね。いつもながら。今気づいた。この建物の入り口がない。ええー。正確に入り口のドアがない。なんでここでキツネが一匹死んでるんだろう。わ。え、なんで？よし。え、てか普通にそこのルートあるじゃんけ。なんでおかしい蹴ってんのに他のやつら行かへんの。あ、動物の森が進化しました。ボバちゃん、はい。はい。狩猟だ、狩猟だ。狩猟だって選択したのに狩猟できない。なんで？あんね。とりあえず、なんか選ってはいないはずなんだけど、なんか調理がうまくできる。だからか、理由が分かった。台がなくなってる。だからか。なんか、動物襲撃すぐ終わったんだけど。あ、柵があるからできないのか、俺のところは。なんか、一瞬でイベント来て一瞬で終わったんだけどね。木材はある。あの加工用のテーブルをみんな早く誰か作ってくれ。あ、これでビルができましたね。待って、肉の加工誰か知ってくん？肉の加工のやつって誰が作ればいいんだ？これじゃないでしょ。これじゃないでしょ。木材加工だからこれか。
一人仕事サボってるやつがいると思ったけど、お前採掘行ってんのかい。だからか。もう一人側をそっち側にやって、肉加工テーブルにすぐに用意してくれないと。え、これってさ、あのさっきの襲撃イベントって柵だと結局越えられちゃうんですよ。うん、動物なら大丈夫なんです。今だから柵作ってる途中のとこだけ崩されて。ああ、そういうことか。そういうこと。やる。誰か精神崩壊を起こしたやつがいるらしいな。まあいいや。うん。ここら辺をやっといて。てか木材とかも揃ってきてないのに、なんで全員動かへんの。全員ちょっとゲージ上げるか。優先度設定とかがありますからね。優先度設定してるはずなんですけどね。なぜ？あ、君何もしてないのか。あと何かか。ちょっと研究してみようか。あ、ここもなくなってんのか。来たわね、余裕出る報道者。待ってたわよ。陽光炉どこに置こうかな。よいしょ。来たわね、酔いどれ放浪者。私は君を待っていた。いいや。ユイドレフォーローサちゃん、ユイドレフォーローサちゃん、依頼神ってこれ設置した周りを守ってくれるって感じですね。死んで、そうだよ、死ね、ユイドレフォーローサ。よし、じゃあぼちぼ、お前はそのショットガンを拾え。よし、撤収。ちょ、お前を、そうだ、これを食肉加工用テーブルに持って行って、で、食肉加工して。あ、向こうのやつ。あ、私の方ですね。あ、北川さんの方か。木製バット、木の盾、あー、なるほどね、はい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 。ねえ、お前ら全員木製バットと木の盾だよ。じゃあ、見張って、私のとこ全然仕事進まない。見張ってはい、建築材ここに住まない、材料ばっかりする。よし。失敗したな。こっち系のやつちょっと上げてこう。これでちょっとよく見るか。
気になることがありすぎて全然何もできない。ちょっと落とすね。はい。これもしかしてやっと少しずつ作業が動き始めたパーティーですか。もうか、お前はこれを掃除しに行ってくれ。よし。で、戦闘モードにして、とりあえず取り口がない。あと俺はもうポチンだな。うん、そうかそうか。じゃあすごいことになってる。アクリさんとこ、うん、そう、うん、ちょっと見に行きました。仕事かな。そんなにすごいことなんてないけど、人が増えてる。うん、増えてるよ。ドラガンとか増えすぎなんだよな。これ一筆切って、希望は戦闘モードにして、この増えすぎもだけど、人のあの何違えた違えた。農家はお前はいっぺん車両解除して、なんか木材あるのになんで木と関係のし作業しないんだこれから。あ、忘れたか。ちょっと忘れちゃう。よし。大丈夫？大丈夫です。どうしよっかな。ちょっと失敗したところがあるな。どうしよっかな。あ、そっか。階段が作れないからちょっと待ってよ。どうしようかな。ちょっとこの癖もいっぱいする。こっちだ。運んで、順なはこっちも癖を払う。じゃあお前何を考えてんだよ。ちょ、お前その動きはダメでしょ。でここをどうしたもんかな。間違えたな。もうお前でいいんだ。24m の推奨面積と65の装飾、知らんな。よいしょ。なんか来た。ここにドアを入れて。昆虫の集団がエリア内に入社を作っているようです。巣を壊さないとどんどん害悪化しますよ。楽しく
鳥がもう虫たかってる。この辺の死体も全部虫たかってる。ダメじゃない。うん、もうちょっといい感じに。ああ、よしよし。なんか、なんか来たって。あ、じゃあ、おるじゃねえの、これ。これってボロボロになったけど、一旦 OK だね。一旦こっちか。これでちょっと、よいしょ。待ってたって殺そうそうそう待ってたって殺そうそう待ってたってそうカニをね手に入れるためだったんですけどもカニの報復でボロボロになりましたねちょっと辛いですね立て直さなければあくりも立て直しが急になっております完全にねで、あなたはわしは無事、すなわちわしは待って、精神崩壊を起こすな、バカこんなタイミングでよし、やっと食堂の建築始まったみんな、君は遅くないなんて評価を起こした。欲しいのに木材持ってて何もしないっていうわしのメンツがあるから違えた、うん、違うよいしょいやーボロボロにされましたねやめて死んだええ俺あそうですねわしが選択ミスってやってまったアクリのところになんか襲撃が来るそうで今度誰か我を誰かわしを助けてくれ誰だどこに敵対派閥やろ敵対派閥やろどこにいるまあいいよテストに確保してもらってあれわし自力で今起き上がってないなんかすっげえ遠くにいんな。キタロさんのところにいるぞ、俺の襲撃者。あ、多分そっから。そっちに行きますね。あ、そっか。強度しないわ。絶対派閥の入植者を攻撃を開始しました。特製バット。さあ、現在向かってきております。向かってきております。のんびり山を越え向かってきております。お疲れ様でございます。お疲
でございます。ゾーンがない、加工台が作れてないからか。どうしようかな。うーん、え、終わったんだけど。え、ん、誰かがなんかの、ね、私の目の前で人が倒れてますね。わお。え、あの俺のところ来る襲撃者じゃない？倒れてるの、それ分かんない。俺の襲撃者どこ行った？消えたんだけど。それじゃない？まあいいや、この辺の掘るやつキャンセルしよう。時間かかってる。時期早々だったってことでやめよう。一応処理できたね。一応処理できてない。一回やめさせて、他のことさせよう。じゃないと終わらない。なんか、これって何個落ちてる？これはどこに置いたの？そこか。あー、そこに置いたんか。あー、マジで。なんか持ってるわし、これ。92。材料が違うの？ん？これ拾えないのか。まあ、いや、わかんないからパーツ。ここも穴開いてるじゃん。よいしょ。とりあえず、成り行き任せるみるか。めっちゃ穴開いてんじゃん、ここ。よいしょ。めっちゃ工事が急に進んだ。やっぱ掘るのにみんなタスク振ってたんだ。優先度低くにしちゃったけど。なるほどね。あれ優先度どうやって変えんだっけ。え、お、あーもうかと、あ、 うちんとこ結婚したんか。机と本棚さん、本棚さんはあれ、あ、じゃあもうあとエリック。材料は石炭はまだある。衣装棚には壊されてる。これが問題だな。肉加工用テーブルがなさすぎる。これでオッケー。これでしばらくね、カニ場のね、食料はね、確保できたので、ね、お、またガス作ってる。あの辺の虫の巣、マジで何とかしたいな。そっか。そのとこ作ったのね。いいえ、遠いっす。遠慮します。またダークライがいるけど、まあ、むしろいいや。
春菜は戦略入って、あ、窓が、窓変だな。これもうこれが多分出てきたから、ここでよし、これで OK。両コールって煙突いります？もしかして。いや、いらない。じゃ、この雨マークなんだ。水浸しとか。雨は、うん、雨ざらしだから氷装置ね。ああ、そういうこと。うん。止めるわね。はいはい。あ、いけんてんのか。困ったわね。どこにいる？私の宿舎。あー、もしかしたら。
どうぞ。いけるっていうのがいい。でもあれか、屋根がもう崩れちゃったら壊れるのかな。ここ結構怖いけんな、辛いな。ずっと開けるわけではないんだけど、難しい、わからん。ね、今からだけど。え？ガシしてない？え？え？今気づいたけどガシしてない？あ、してますね。え？まさか壊滅？一人しか、一人だけ生き残ってる。今度はポンさん。ポンタコさん。何してんの君ら、本当。僕は大丈夫です。復活したんで。なんか急に作業効率悪くなったなと思ったら。気がついた。どうして？わかんないです。何が原因でなってるか全然把握してない。どうして君たちはそんなに食料をおろそかにするんだ。僕は食料をおろそかにはしてないんだけどな。食料がおろそかになってないです。多分単純作業が追いついてなくて加工とかができてない。だからおろそかにしてるっつんだよそれを。だって勝手に他のことやるんですもん。いや、料理最優先にしてっていうか、っていうかあれじゃん、クッキングのあれ ないんじゃない、あんたこれ料理作って、料理かも。あるわ、あるのはあるのか。ありますよ。いや、あるけど、あなたこれ何も作って、作る設定してなくない？あれ、あー、そっか。毎回この設定忘れるんですけど、これが原因かわし。仕方ない。肉加工のところで人肉を選ぶか。はい、八重地さん、おやすみなさい。ありがとね。おやすみなさい。星のこと言ってられない。空がしするわ。燃料がねえか、今日切んねえと。なんで何もしないの。君にはなぜ何もしないの、このクソメガネ。マジでなぜ何もしないの。お、誰か来た。お、起死回生か。どかそこ、この回収したやつどかそこわからん。いや、そりゃ何もやることないわな。ん、起きろ。入り口できたぞ。なるほど。そりゃ一人生き残ってみんな死ぬわ。待って、いきなり戦闘に入った。そしていきなり倒れた。うわあ。ああ、これは助けんとこいいか。怖いんだよな。あ、終わった。え？え、死んだ？多分これ全滅ですね。いや、まだ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 生きてる、まだ生きてる。なんでこいつ仲間になってたのに虫に突っ込んでくの？しょうがねえな。あ、まいったけよ。え、だって狩猟マークつけてるじゃん、あなた。
あー、だからか、うん、だからね、キロ、シロキロ難しいよ。まあそういうゲームですから。これどっちか早く、あ、片方目覚めたけど虫が近くで狙っている。お、連れてった連れてった、メガネを連れてった。チカさんはどこ行く？あれ、これワンチャンまだギリギリいけるわし。うん、いけると思う。謎の騎士回生がいける。まだ間に合う。寝ないと生きていけない。え、わしの死体ここでしょ？あと二人どこに？え、あと二人の死体がないんだけど、どこ？え、アクエリさんじゃない、アリエルさんどこだ？え、死体がないんですか？アリエルはあれだね。あの石の建築物の階段登ったとこにいるよ。ん？ん？どこ？あの石の階段のとこにいるよ。あの高さ調整してごらん。ん？ん？石の階段のところ？どこ？あ、一人いた。なんでさ、君のところにいんだ。違う。なんでお前のとこ、なんで君のさ、双子さんのところにさ、俺のやつがいんの。わかんないですよ。まあいいや、ごめんなさい、お邪魔しました、うちのジョアイさんが。あれ、シーンが見つけた、シーン見つけた。あれ、アリエルどこ？だから石の階段どこだって、あなたの。え、これ以上下げろと。じゃあ、上げるの、上げるの、上に。上げるの。あ、いた。上で死んでた。そしてわしはお肉になります。今わしは人肉加工場にいます。よし、悲しい。わしは食料になるので。じゃあドアアクセが壊されてたんか。あ、消えました。わしは消えました。なんでこった、なんでこった。はい、次アクエリさんじゃない、アリエルさんです。名前間違えない、アリエルだけでよ。わざとじゃないんです、ただそこに同じような名前があるだけ。まあ別にいいんだけどさ。私には3人スタートは荷が重かったのかもしれない。大丈夫、3人スタートで0人から消し返せしろ。アクエリがここにいますか、安心してください。今2人で一番動きが落ち着いてるってやばくない？えさ、なんだろう、切れてる。あー、切れ悪いのか。食堂って一応扉ないとあかんですよね。うん。うん。で、なるほどね。君はなかなか面白い子だね。で、お前はどこ行く気？ちょえ。またさ、お前タコさんとこ行く気だろ、お前。なんか知らんけど疲れた？なんか疲れてんな。君のベッドが疲れてんな。ちょ待って。ライカキューベッド。そもそもこのライカキューベッドがジョエさんのになってんだけど、なんで？なんかわざわざ向こうまで握ってるぞ。うちのジョイさんがそっちまでに。なんで？なんでベッド立ってた？本棚に。なんかむっちゃ気に入られてる。なんで？あれ、これって。しょうがない。何でしたっけ？さっきトラさんとこ見たときなんか調理のあれ一緒にあったような気が。ん？食堂。かまどかいるのか。私はかまども一緒に置いてる。かまどじゃあ置くと中に。
で君は大丈夫。エリックはさらに植物さん。バカじゃねえのこいつ。もうどれだっけ、置けるスペースないんだけどな。まだあった。エリックとモーカの部屋もなんか要求の資材が多すぎて、そろそろもうなんか足の踏み場もないことになってんだけど。そうだな、やばいですね。こいつら専用のなんか家作んなきゃダメな気がしてきた。よし、こんな感じでいくか、食堂。弓装備してもらっていいですかな。で、一旦こういう形でいきましょうか。作ってもらって、作ってもらって、言うてもあれか、3時間経ちましたし、そろそろじゃあ一旦終わりますか。はい、はい、はい、じゃあ告知があればどうぞ。アクエリさん、告知、明日22時から、ファスモフォビアのコラボやるんで、もしよかったら遊びに来てください。ホラー苦手と言ったけど、ホラーファズモビアルとやはりホラーが好きなのでは。違うんです、違うんです、あの呼び出されました、お前ホラーやるところあって。ちなみに拒否権はって聞いたらありませんって言われました。アクリです。え、なんで拒否権はありますかって聞いたらありませんって答えられました。あー、なるほどね。どんばーい、お疲れ様です。わらわらわら、リッサ笑っとる。はい、じゃあ次タコさん。わしの方はですね、一応来月ですね、序盤上旬を予定してるんですが、新人でわし入ったバーファについてのメンバー紹介などをちょっとね、配信でやれたらなと思って今準備中です。はい、またできたらちょっと告知していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私の方はまた明日からしばらく、バイオハザード RE4 の配信になるかと思います。よければまた見に来てください。はい、はい、じゃあ今日も皆さん見ていただいてありがとうございました。あとは各自でね、お別れの挨拶していただいたと思います。はい、はい、はい、それではまたね、一旦ここで、またね、アクタゴでいいか、アクタゴセーブして、はい、はいで、終わっていきます。はい、はい、じゃあスピーカーミュートで終わっていきまーすねー。はい、あ、マジゾンが消えたお前、これこのタイミングでゾンが消えたかお前。まさかゾン、じゃあこいつゾン、ちょっとゾン、こっちとゾンにします。お前を壊して、ということで、この辺で今日は終わります。ではでは、この後は、まあ、タス兄の、サツクロータスさんの配信で多分トルコファをやると思うんで、もしよかったら遊びに来てください。以上、アクエリからのでした。お疲れ様でした。バイバーイ。